限定77台のサーキット専用車。ポルシェは9月28日、911の新たな限定使用車として、911GT3R シュボルトを発表した。ポルシェの象徴的なレーシングカー、935の後継者であり、これまでで最も強力なサーキット専用車となっている。 英国価格は82万2000ポンド、約1億5000万円とされる。レースは GT3 レーサーの 911GT3R で、ポルシェは FIA GT3 レギュレーションの制約をすべて取り払ったとしている。10月28日に開催される世界最大級のポルシェ愛好家の集いであるレンシュポルトリユニオン。 レヌスポートリユニオンで一般公開される予定。生産台数はわずか77台に限定される。サーキットでの騒音規制に基づきサイレンサーなしのバージョンと触媒コンバーター付きの静かなバージョンの2種類が用意される。パワートレインは 911GT3R と同じ 4.2L6。 気筒ボクサーエンジンを搭載するが、様々な調整により、最高出力は 565PS から 620PS に、レッドラインは 9400rpm に、最高速度は時速 296km から時速 315km に向上している。リッターあたり 150PS というエンジン出力は、 GT レーシングカーの自然吸気エンジンとしては記録的なものだという。トランスミッションは6速シーケンシャルで後輪駆動となる。車重は1 2 4 0ラムエンジンユニットはバイエタノール燃料と E フューエル。合成燃料を使用できるように設計されており、可能な限りのカーボンニュートラルを目指している。 従来の無塩ガソリンでも走行できる。ポルシェのモータースポーツ部門副社長であるトーマス・ローデン・バッハ氏は、新型ポルシェ 911GT3R 練習ポルトは、おそらく最も原始的な形で、911ベースのレーシングカーを運転する体験を提供します。最高のモータースポーツテクノロジーとポルシェらしいデザイン言語を融合させており、 見るたびに鳥肌が立ちます、とコメントしている。デジタルミラー、リバリーなど特別設定。内外装はデザイナーのグラント・ラーソン氏とトルステン・クライン氏が担当し、ボンネットとルーフのみをベース車両と共有しているという。ホイールベースは延長され、フェンダーも広げられ。 ローダウンスプリングと18インチの BBS 製ホイールが装着されている。ボディはすべてカーボンファイバー製でサーキット走行を想定し、フロントフェンダーには空力に最適化されたフィンと大型エアインテークが設けられた。サイドミラーも廃止され、3台のカメラによるデジタルミラーとなった。リアでは、 ポルシェの歴代レーサーと共通するデザイン要素が見られる。例えば、リアウィングはデートナで、7度の優勝を誇るブルモスポルシェ935-77の影響を受けており、スポイラーサポートはポルシェ962ルマンにインスパイアされたという。軽量化のため、グリルカバーや一部のパネルは外され、 エグゾーストなどの部品は剥き出しとなっている。キャビンではさらなる軽量化が図られ、助手席と後部座席、エアコンが取り除かれた。また、モデルナンバーを顧客の好みで選択できるプレート、サイドミラーに代わる2枚のモニター、カラー調整可能なアンビエントライト、FIA 仕様のロールケージも装備される。ボディカラーは、 スタール B、シグナルオレンジ。アゲートグレーメタリック、911シリーズの新色を含む7色から選択可能。そのうち3色はリバリーが施される。ラグナセカを象徴するコークスクリューから。インスパイアされたというレンシュポルトリユニオンデザイン。ポルシェモータースポーツの拠点である蝶の名を冠したフラハトデザイン。 そして、車幅を強調するブルーを取り入れたスピードアイコンデザインが用意されている。サスペンションはフロントがダブルウィッシュボーン。リアがマルチリンク式で、ショックアブソーバーは 5A 調整式。ただし、基本的なセットアップはオーダーメイドで、レース前に自分で調整することも可能だ。その他、ミシュランがウォームアップ時間と、 ドライバビリティを向上させるために開発した専用タイヤもある。